本日は萩原悠介 VS 我流真吾、試合結果速報と試合に集まった反応を見ていきます。ジョリー選手にブレイキングダウンデビュー戦では負けてしまったものの、その後は信原選手、瓜田選手相手に KO 勝利、萩原工業社長としての財力をもとにジムも作り、飯田正成選手とも特訓を重ねるなど、40歳といえどもアウトサイダー時代のようなキレを取り戻している萩原選手。逆に萩原選手と戦った我流選手ですが、K1 でも戦ったことのある元プロ、クラッシュ王者に輝き、武選手とも交流があることで知られる、木戸選手に勝利するなど、かつての実力は折り紙付き、実際この我流選手の参戦発表には数多くの反応、樋口さんも一流のプロである我流真吾選手、ブレイキングダウンに出てきてくれてありがとうございますと、まずは感謝、圭之介選手も1億ぐらい萩原が払ってくれるわ、勝てればと投稿、萩原さんも圭之介選手の投稿に反応し、ねえねえ勘弁して、でもよく言ってね、1億円くれって、と、今回ファイトマネー1分1億と、驚きの金額を要求してきたことにチクり、実際1億円払えよはただの恐喝、自称1分1億の男と自己評価ができてないとバッサリ。最終的には我流真吾選手は瓜田さんの YouTube に出演された際に、あんなやんちゃだった瓜田くんが立派になって俺に頼み事をしてきてくれる、ここは瓜田くんの顔を立ててファイトマネーなしでも戦おうと言い、ファイトマネーなしでの参戦になりました。戦績も5階級制覇、プロ戦績68戦33勝と何度も戦ってきており、1分間殴り合うという我流タイムでブレイキングダウンルールにも適用していると思われましたが、共に練習をする飯田選手は萩原さんの KO 勝ちと勝利を疑っていないようでした。そのように今回注目が集まった試合の結果ですが、萩原選手がボコボコと殴るも、ゾンビのごとく、我流選手が前に出る。萩原選手も逆に押されて転ぶシーンもありましたが、時間終了で判定4対0で、萩原悠介選手が勝利。我流選手は負けた後にまさかの土下座。最後にこの試合に集まった声を見ていきます。勝利した萩原選手は、我流選手は化け物。気持ちで勝っていたがトップ選手。勇気を持って出てきてくれたことに感動していると衝撃を受けた声。白川陸斗選手も、こんなに打たれても引かない人がいるのかと驚きの声を残し、朝倉未来選手も気持ちが強くて面白かったと称賛していました。以上、今回はブレイキングダウン中に試合結果をまとめてみました。ぜひ試合結果への皆様のご感想も合わせてコメント欄で教えてください。次の動画でも萩原選手注目扱いについてお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。なお今回の試合、ABEMAや公式ブレイキングダウンサイトにて見逃し配信視聴が可能です。会員登録すると2000円ほど安く視聴できるようですので、視聴にご興味ある方は概要欄の公式ホームページから登録後購入してみてください。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。